about 18 years old. You're really good. You have a lot of talent, and you're faced with this really hard decision. One of your dreams was playing in Major League Baseball. That dream is right there at 18 years old. You had it in the palm of your hand at 18. What went into the decision to stay in Japan, and how hard was that decision for you? まあ、メジャーリーグのスカウトの人も含めて、まあ、日本のスカウトの方も含めて、ほとんどまあピッチャーの話というか、ドラフトの話が多かったので、ほとんどまあそのバッターとして、なんでしょうね、まあ、プロ野球選手として評価してもらってるっていうところはなかったので、まあ、まさか自分でも2つやるという選択肢があるとも思ってなかったですし、最初はまあそのピッチャーをやっていくという選択肢の中で、まあ、メジャーリーグに最初から行った方が最終的に自分が大きい選手になれるんじゃないかなとは思ってたので行きたいなと思ってましたけど、まあ、その2つやるという選択肢ができて初めてこうまあ、その当時はファイターズしかそういう選択がなかったのでやってみたいなという気持ちになりました、ね、You wouldn't be a two-way guy if you had come over at 18 years old. やってないと思いますね、まあ、そういう選択肢はもちろんなかった自分の中でもなかったぐらいなのでもちろんピッチャーとしてやっていくということになってたと思います We are heading out to the farm of Hideki Kuriyama, former manager of Shohei Ohtani for the Hokkaido Nippon Ham Fighters.This is a legend. This is a legend in the game of baseball in Japan, and of course a legend because he managed Shohei Ohtani. He's got basically like this field of dreams out here. Bound take one, AB sticks, quiet sticks.私が翔平の、ピッチングを最初に見たのが高校2年生の夏前ですね。たまたま相手のピッチャーが大谷翔平だった。でネット裏で彼のピッチングを初めて見た時に、当時日本で一番すごいピッチャーはダルビッシュ有だったんですけど、もうまさにダルビッシュを見てるようなボールの角度とスピードがあったので、もうそれ本当にびっくりしました。Your manager in Japan, Mr. Kuriyama, he is one of the most incredible people that I have ever met. When you hear that name, Mr. Kuriyama, how much does he mean to you in your life? まあ、間違いなく恩師の方の一人だと思うので、まあ、もちろん栗山さんいなかったら、まあ、2つやるということもなかったと思いますし、まあ、プロを通じてこうやって段階を経て自分をレベルアップさせていくっていうのももっともっと難しかったんじゃないかなと思うので、まあ、すごい感謝してますし、私がその自分の目で見た実際に見たものっていうものがやっぱり信じる力になります。彼が高校2年生の時に甲子園大会で、レフトライナーを逆方向にすごい打球を打つんですけど、ライナーでフェンスに直撃する。でフェンスに当たってもさらにボールが伸びていきそうな、そんな打球逆方向に打つバッター見たことないので、僕は間違いなく打つ方は大丈夫だとその時確信しました。2016年、日本一になりました。オフになってみんながいろいろ騒がれている状況の中で、クリスマスの日に、夜中1時過ぎに僕にある人間から LINE でプレゼントが送られてきました。監督クリスマスプレゼントです。監督が一番喜ぶものです。今の大谷翔平です。クリスマスの夜夜中1時から一人、鎌ヶ谷の室内練習場で来年のためにバッティングフォームを変えてずっと打ち続けてる翔平の映像が送られてきたんですけど、誰もが遊びたい休みたい時に誰よりも練習してる、まあ、そういう選手が大谷翔平でした。彼ならもっともっとみんなが信じられないところまで行ってくれると、僕は天井を一番高く持っているので、その誰も知らないところにゴールがある、想像もしないところにゴールがあるって僕は信じ続けています。